アルボレアの1368年から1388年、1392年から1409年における、領土アルボレアとは、4つ存在した中世、サルディーニャ王国軍の一つである。アルボレアは、サルディーニャ等の中西部を領有し、2方を、他のサルディーニャ王国に、西方を、地中海に囲まれていた。アルボレア王国はサルディーニャ4王国の中で、 最も存命した国であり、15世紀までサルディーニャに勢力を保った。アルボレアは最盛期の頃にはサルディーニャ等の大半を勢力に収めていた。9世紀初頭、古来より地中海沿岸にて海賊活動を行っていたアラブ人や北アフリカに住む遊牧民族であるベルベル人がその構成を強めて、より活発に沿岸地域を荒らし回るようになった。 それゆえ、サルディーニャ島を統治していたビザンツ帝国は島を実質的に防衛することができなくなり、継続的なサルディーニャ島統治が困難となった。結果として、サルディーニャ島を現地で統治しているビザンツ帝国のイデサイと呼ばれる地方治安判事は、帝国からの十分な支援を受けることができなくなり、ますます自らの力だけで島を統治、防衛しなければならなくなった。 ビザンツ帝国が島を放棄した後もサルディーニャを統治した治安判事は伝統的なビザンツ帝国の官僚性を保ち続け、結果的にサルディーニャ党は判事が統治権を占有するようになった。それから10世紀頃までこれらの地域はヨーロッパにおける大や白のようにサルディーニャ党で有力な一族が代々統治者として君臨するか、 島の有力ないくつかの家が交代で島を統治するようになった。最初の重要なアルボレアの統治者はマリアヌス一世である。彼は通り家の一族であり、後にラコンチョウを創始することとなる。1070年、彼の息子であるオルゾコレ一世はアルボレア国の首都を古代から続く港湾都市ターロスからオリスターノに移した。ターロスが アラブ人らの襲撃にたびたびさらされていたからである。この頃よりサルディーニャは様々な文献や資料などに残り始めるようになる。またこの頃、時の教皇グレゴリウス七世はグレゴリウス改革を行い、それに伴ってサルディーニャはヨーロッパにおけるキリスト教国の一つと認めら、ローマキリスト教の勢力下に入った。サルディーニャに キリスト教の修道院生活という文化が導入され、また島がピサ大司教の勢力下に入ったことで、サルディーニャはヨーロッパにおける紛争やヨーロッパにおける商業活動などに大いに関わることになる。ラコン朝の統治者、コンスタンティン一世の治世の頃、アルボレアは教皇に高納金を払い、カマルドリカイという宗教団体を支援した。これはサルディーニャ党内のライバルである。 カリア両国がマルセイユの修道会を支援したのに対抗した結果である。コンスタンティン一世はピサに従属しており、アルボレアの王位は彼の息子であるコミタ二世に継承されるはずだった。しかしながら、時の教皇インロケンティウス二世がサルディーニャ島を二つの四教区に分割し、1133年、島の北部をジェノバ管区に、南部をピサ管区に設定したおり、 コンスタンティンは後者に属したのだが、コミタニ聖は、独立を求めるため前者のジェノバ側につき、その後10年間続く、サルディーニャ内戦の期間中ジェノバの同盟者として、アルボレアと戦った。1145年、ミタニ聖は、ピサ大司教のボールドウィンから、波紋宣告を受け、アルボレア領は、名目的に、サルディーニャの独立国の一つである、ログ道路に譲渡された。 コミタ二世の息子で、アルボレア国王を引き継いだ、バリソーネ二世は父、コミタ二世の反ピサ政策を撤回し、ピサとの友好関係の再構築を図った。バリソーネは、カタルーニャ人貴族と結婚したが、これは、数世紀後、アルボレア王国が、アラゴン連合王国の支配下に置かれることとなる、原因となった。1164年。 バリソーネは神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世に対して自身をサルディーニャ王に任命してもらう要件納金を支払って要請者の皇帝は逆にその多い自身を廃止してしまった。バリソーネはその後も無断でサルディーニャ王の名称を使用し続けた。バリソーネは結局ピサから離れジェノバとヨシミを深めるようになったが、これは彼が先代から引き継いだ。 サルディーニャ内戦によるものであった。彼の息子の一人である、ペテーロ一世と、バリソーネの孫である、ユーグ一世は、最終的にこのアルボレア王国を、オリスターの条約に基づいて分割し、ユーグ一世の家系が、新たにサルベラ家を創始して、アルボレアを統治することになる。ユーグの息子ペテロ二世は、後世の歴史家からは、アルボレア王国の威信を廃れさせた統治者であるとして、 酷評されている。しかし彼の息子マリアヌス2世は大幅にその権威を高め、一時党の大部分を統治するほどの勢力を有した。13世紀後半、サルディーニャの他の独立国は、ピサやアジェノバといった国々の有力者らの手に落ちてしまったものの、アルボレアのみ、それらの国々に飲み込まれることなく、独立を保っていた。マリアヌス2世のひ孫である、ユーグ2世は、 当時教皇により、サルディーニャ小王国の上級君主として認められていたアラゴン王ハイメ2世に接近した。彼はハイメ2世の次男でアラゴン王を継いだアルフォンソ4世が行ったアラゴンによるサルディーニャ等侵仰に協力し、ピサの影響力をサルディーニャから追い出すことに成功した。1336年、ユーグ2世の後、息子のペテロ3世が後を継ぎ、 1345年にピーター三世が亡くなると彼の兄弟であるマリアヌス四世がその後を継いだ。彼はサルディーニャの統治者の中で唯一大王と称されたとされる。彼はアラゴン連合王国の宮廷で過ごし教育を施されたものの、後にアラゴンとの伝統的な主従関係を破棄し、サルディーニャに侵攻してきたカタルーニャ人を迎え撃った。 マリアヌス大王の知性、アルボレア王国は映画を極め始めた。大王はこれまでの慣習法、不文法を成分化し、サルディーニャにおける新たな法体系を成立させた。また、アルボレアの軍事やその戦術は一新された。その後、アルボレアはカリアリソッサリアルゲーロといったサルディーニャの諸都市を征服し、マリアヌス大王はサルディーニャの大部分を征服した。これにより、 アルボレアは、その他のサルディーニャの王国がなし得たことのないほどの強国となった。マリアノスの後、アルボレア王位は、息子のユーグ三世が引き継いだ。ユーグ三世は、不王が始めた法体系の改革を引き継ぎ、そのまま改革を進めたものの、1383年、四次を定める前に亡くなった。死後、アルボレアでは、共和制への移行が宣言されたものの、ユーグ三世の姉で、 ブランカレオーネ、ドーリアの夫人でもあるエレオノーラが、アルボレア王位を引き継いだ。1387年、アルボレアにおいて、権力を手にしたエレノアは、自身の息子であるフレデリックと、その後王位についた、マリアヌスゴ世の摂政として国政に関与した。エレオノーラは1404年に亡くなり、マリアヌスゴ世も1407年に崩御した。それにより、 アルボレア王位は、エレノアの姉妹であるベアトリーチェの孫、グリエルも三世が継いだ。彼の知世の頃、アルボレアは、アラゴン王マルティン一世によるサルディーニャ島侵略に、苛まされた。初戦では、ウィリアム三世は、マルティン一世を無事に迎え撃った。しかしながら、マルティンの息子のシチリア王マルティーの一世が再び、サルディーニャに侵攻し、1409年6月30日。 サンルーリの戦いにてグリエルモはマルティーノに敗れてしまう。そんな中、シチリア王、マルティーノは戦後休止し、グリエルモはマルティーノに奪われていたサルディーニャの主要都市、サッサリをはじめ、島の数地域を奪還し、アルボレアの統治者としての地位を再び手にすることに成功する。しかしながら再び、カタルーニャ人らがサルディーニャに侵攻し、アルボレアの諸城は陥落。 1410年、ついにアルボレアの首都、オリスターノは何の抵抗もできないまま陥落した。あと、アルボレアはアラゴン人の統治者により収められていたが、1470年、その統治者がアラゴン王国に対して反乱を起こし、ウーラスにてアラゴン王国軍を撃退し、一時的にアルボレアは独立したものの、1478年、 マコメルの戦いにてサルディーニャはアラゴンに敗れ、これ以降サルディーニャが独立することはなかった。そして、この戦いを経て、アルボレアは滅亡した。オレストのマリアーノー、エスタワーアルボレアは政治的に十三のキュレーテライ、またパルテスと呼ばれる地域区分によって分割されていた。これらの区分はサルディニにおける主な行政区分であり、これらのキュレテライは 判事によって収められていた。この区分はアルボレア国内の村の中で繁栄しているものを中心として分割されており、すべてを合わせて10万人の居住者がいたとされている。このキュレーテライはビザンツ帝国の統治体制を引き継いだものであり、現在に至るまで歴史的地域として認識されている。ありがとうございます。